ダイナミックマイクを使ってポップノイズがファイルにどんどんトラックを増やしていって、札幌から向かう場合よりも岡田発函館行き、はいどうもポリプロパラフィレンです。今日のテーマはですね、私ちょこちょこ動画にナレーションなんて入れるんですけれども、まあそのナレーションっていうのは別撮りというか、音楽系のマイクを使って、音楽系の機材を使って、それを音楽系のソフトで取り込むと、でそれを動画ソフトに引っ張り込んでナレーションを乗っけるっていう感じでやってるんですけれども、なんていうのかな、まあまあまあ前々から気づいてたんですけれども、どうもポップノイズが乗ると、どうしたもんかなとかで、まあ距離ちょっと離してみ、離せばいいんだろうけど感度ね下がるしね、まあ使ってんのはゼンハイザーの E835S とかっていうマイクを使ってるんですけれども、こういうやつですね、よいしょ、これ回してね、こうグースネックっていうんですか、今このカメラのマイクで撮ってますからね、これカメラ本体のマイクで撮ってますけれども、まあまあまあそのナレーション撮りでポップノイズが乗ると、でもまあどうしたもんかなと思って、まあいろいろ調べたらポップガード、これを使うといいよとね。私の感覚だとね、ポップガード、ポップノイズガードなんていうのは感度のいいコンデンサーマイクなんか使うときにはまあ使用するんだろうけども、こういったゼンハイザーのね、こういうダイナミックマイク、こういうのには使わねえんじゃねえかななんて認識があったんですけども、まあとりあえずダイナミックマイクを使ってポップノイズが打ち消すことができるのかっていうような検証をしてみたいと思います。で今回の条件としては、条件っていうわけじゃない、まあ位置も取ってる感じとしては、まずマイク、これがメーカーエレクトリックっていうのかな、ワープファクトリーのボコーダー、これのマイク入力のところに1回入って、でそれがそのままバイパスというかスルーしてマッキーの16ちゃんのミキサーに入りますと、でインサートとして DBX10662 ちゃんのコンプレッサーですかね、これでまあ軽めのコンプをかけてますね。リダクションは4デシベルぐらいのリダクションをするんだと思うんですかね、でそれをオーディオインターフェース経由でパソコンの音楽ソフト、ケイクウォークのバンドラボ、これ無料ですからいいですよ、ぜひ使ってほしいと思います。まあこれで撮るんですけれども、果たしてポップノイズガードを使ってまあフーフーとかさ、パッパッとか、その時の破裂音とかさ、フーとか、なんかこういう、まあ、破裂音っていうのかな、そういうものが取り除くことができるのか、その辺の検証をしてみたいと思いますね。ではとりあえず作業に進めます。今ソフト、ケークウォークのソフトを立ち上げてます。いやもうどっちのマイクで撮ってるかわけわからなくなるね。さあ今立ち上がってますね。パアアアア、これで4デシベルぐらい、私の場合いちいち新しいファイル作らないでこういった感じでもう設定の確定したファイルにどんどんトラックを増やしていって、新しいナレーションつかな、を増やすごとにトラックを増やしていっていくっていう感じでやってますね。じゃあまずはじめに、なんだポップガードなしで、マイクはこれゼンハイザーの E835S スイッチ付きですか、これで試してみたいと。なんか読むのあった方がいいよね、同じテーマと言いますさ。距離はどうなんだろうね、だいたい10センチぐらいですか、いつもこれぐらい離して喋ってますけれども、これなんだろうね、津軽海峡フェリーのなんかパンフレット、これのなんか適当に読んでいますね。クロマグロの一大ブランドと知られる大間では、現地で獲れた新鮮なマグロを一度は食べてみたいと全国各地からファンが訪れる。愛車で大間まで行き、函館観光とセットで楽しむほか、最近では飛行機などで函館へ行き、所要時間90分のフェリーで大間へ、マグロを食べて函館へ戻るという利用客が増えている。東京からなら
朝一番の飛行機で出発して日帰りも十分可能に。札幌から向かう場合よりも岡玉発函館行きの早朝便と接続できるようになった。函館駅からシャトルバスも運行しているため、北海道新幹線での旅行にオプションとして組み込むと楽しみはぐっと広がる。すいませんね、なんかね、たどたどしくてね、別にこのナレーションの出来を見定めるあれではないからね、あくまで音チェックですからね、その辺のご勘弁。これトラック変えた方がいいかな。あ、違う違う、これで足すか、リク足してこれでいくか。はい、では次ポップノイズガード、これね、このグースタイプでいいかな。あ、ちょっと遠い、失敗した、こんな感じですか。見づらいねこれね、ごめんなさいね。なんか、あ、でもしかもくっついたよ、これくっついてたらダメだよね。どうすればいいんだろう、なんか収まりが良くないね。なんかね、こんな感じかな。そう、Amazon で1300円から400円ぐらいで売ってるやつ、これなんかこう二重になってるでしょ、このネットがね、結構レボイス多かったんでこれ買ってみました。じゃあ行きますね、行きますよ。クロマグロの一大ブランドと知られる大間では、現地で取れた新鮮なマグロを一度は食べてみたいと全国各地からファンが訪れる。愛車で大間まで行き、函館観光とセットで楽しむほか、最近では飛行機などで函館へ行き、所要時間90分のフェリーで大間へ、マグロを食べて函館へ戻るという利用客が増えている。東京からなら朝一番の飛行機で出発して日帰りも十分に可能に。札幌から向かう場合よりも岡玉発函館行きの早朝便と接続できるようになった。函館駅からシャトルバスも運行しているため、北海道新幹線での旅行にオプションとして組み込むと楽しみがぐっと広がる。ってな感じですか。さあ、ちょっとモニターしてみますね。なるほどね、リップノイズはダメなんだね、取れないんだね、ペチャクチャクチャ、この舌が口の中でこうプチャプチャする、あれはやっぱ取れねえんだな。あとなんかやっぱりちょっと腰がなくなるって感じもあんのかな。どっちがいいんだろうね。クロマグロの一大ブランドと知られる大間では、現地で取れた新鮮なマグロを一度は食べてみたいと全国各地からファンが訪れる。クロマグロの一大ブランドと知られる大間では、現地で取れた新鮮なマグロを一度は食べてみたいと全国各地からファンが訪れる。音質としてはなんかちょっと音質そのものも変わるね、やっぱり。なんとも難しいですわこれね。というわけで、難しいね、なんとも言い難いね。破裂音とかそういうのはさ、まあ、取れるわ、ポップガードつけば取れるは取れるんだけどさ、でもなんかこのマイク自体の性格というかキャラクターを殺すような感じもしなくもないというかね、ポップノイズガード、まあこれはイコライザー、その辺を使って調整しろって話が、なんかそんな気もしなくもないね。その辺も込みでノイズも抑えたいっていうんであれば使ってもいいんでしょうけど、あんまりイコライジングしてどうたらこうたらとか、ちょっと手間をかけてなんちゃらかんちゃらでやるんだったらなしの方がいいって感じかな。なんとも言われるな、まあまあこれはお好みでしょうね、とりあえず。まあとりあえずそんな感じで今日の検証は、まあ甲乙つけがたしというか、どちらにも長所があり短所がある、そんなそういったところでしょうか。それでは、ポリプロパラピレンの提供でお送りしました。